突然ですが、はい、今日が何の日か知っていますか？今日6月28日、はい、ワヌケ様は明後日ですよね。明後日ですよ。すみません、ちょっとわからないです、ね、難しいですよね、はい、実は今日はパフェの日なんです、はい、なぜかと言いますと、はい、74年前の今日プロ野球の初の完全試合が達成されたことから、今日6月28日は完全を意味する英語のパーフェクトとフランス語のパルフェを掛け合わせてパフェの日ということなんです。はい、そんな中、日高村発祥の芋菓子の専門店では芋づくしのソフトクリームパフェが今日から販売されています。パフェの日にちなんで芋菓子の製造や販売を行っている芋屋金次郎は、さまざまな芋の品種などを楽しめる芋を楽しむソフトパフェを今日から期間限定で販売しています。紫まさりを使用したひんやり冷たいソフトクリームに、北海道産紅はるかを使った生けんぴのホクホク感、九州産の芋けんぴを粗く砕いたザクザクとした食感などを楽しめます。いろんな種類のお芋をいろんな形で楽しんでいただけるかと思いますので、この暑い夏に多くの方に楽しんでいただけたらと思います。芋を楽しむソフトパフェは今日から県内2つの店舗を含む芋屋金次郎の6店舗でテイクアウト販売されています。